ね、この車の燃費で言うと特筆して言えることは、多分ね、今回の旅って高速道路メインで走ってるじゃないですか。なんですけれども、クロワックス、はい、どうもクロワックスです。今回の動画はですね、こちらの車、スズキから新たに発売されました新型ソリオバンティッド、こちらの車をですね、徹底的に私スグル代表が個人的な意見も含めてレビューをしていこうという動画でございます。今ね、私が来させていただいているのは鹿児島県指宿市。これね、別の動画の企画でもうすでに走行28キロの状態のピカピカの新車状態から群馬県前橋市を出発して1600キロ、私がねハンドルを握って旅企画でここまで来させていただいております。ここからね、帰宅までのルートがございます。また同じように1600キロ以上走行して、群馬県前橋に帰っていくという予定になっておりますので、その間にですね、こちらの発売したての新型ソリオバンティットちゃんのあんなことやこんなことも余すことなくですね、皆様にご紹介していこうというふうに思います。もうすでにね、出発前に外観だったり内装だったりっていうところを軽く触れさせていただく動画は1本撮影しているんですけれども、私がね、旅をしながらもう5日間もう車の中で仮眠休憩を取らせていただきながら5日間ですね、このバンティッドちゃんと一緒に旅をしているので、そんなね中で僕自身が感じたこと、この車の走りやすさ、いいところ悪いところも含めて徹底的に皆様にご紹介していきたいと思います。もう最初にね、結論から言ってしまうと、やっぱりね、普通車だな、そのあたり素晴らしいなっていうことをね、僕自身今感じさせていただいております。まだまだ帰りの道のりもありますし、これまで乗ってきた所感とまた新たな発見っていうのも出てくると思うんですが、こっからね1600キロ以上走って群馬県前橋市に戻るまでの間も含めて、こちらのね新型ソリオバンティットちゃんの素晴らしいところを皆様に徹底的にレポートしていこうと思います。ちなみにですが、おそらくこれね1本じゃ収まりません。なので何々編っていう形でね、何本かにわたって紹介させていただこうと思いますので、まだね他の動画をご覧になってない方がいらっしゃいましたら、他の動画がね公開され次第、もうすでに公開されているんであれば、そちらの動画も見ていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、この動画のねオープニングを撮影してからもうすでに2日経っております。今回の動画は新型ソリオバンティットちゃんの燃費についてお話しさせていただこうと思います。で、現在の走行距離2438キロだから約、2400キロすごいですよね。今日旅に出てから5日目なんですけど、5日で2400キロ走らせていただきました。まあ職業ドライバーさんから比べたらっていうところはねあると思うんですけれども、給油はすでに4回、先ほど満タンにして100キロ程度走行したっていう状況なんですが、だいたいガソリンを満タンにして給油をしてくださいっていうランプがついてから給油をさせていただいても、28リッターぐらいがだいたい入る量なんですけれども、現在ね4回給油しているという状況でございます。まあ満タンで何キロ走れるかっていう、その航続可能距離ですよね。航続可能距離で言わせていただくと、どんなに乱暴な運転しても、どんなに燃費が悪いような運転しても、だいたい500キロぐらいは走ってくれるんじゃないかなっていう印象でございます。で、現在28キロから乗り出させていただいて2400キロ程度の走行で、インジケーターで表示されている平均燃費に関しましては 19.1 キロの表示をしております。これね、燃費に関して言えば、この2400キロの間、僕自身はそんなに燃費を意識したような運転をしないで、この数字です。なので、燃費をね、気にしたような運転をすれば、もう少し距離は伸びてくるかなっていうところと、一度ね、満タン法でも、燃費を計算させていただきました。燃費を計算させていただいた結果は 19.2 で表示されている時に、一番最初の給油の時に満タン法で計算させていただいて 19.6 とかそれぐらいの表示だったので、おそらくインジケーターの誤差もそんなにないんじゃないかなって。まあ満タン法もね誤差があるよっていう計測方法だし、インジケーターもインジェクションのね吹き出し量で測ってたりもするらしいので、どちらも誤差があるものなんて何とも言えないですけども、まあ満タン法もインジケーターも大きな差異はなく表示されているようなっていうのも確認しています。
まあ、なのでインジケーターでの燃費表示っていうことでお話ししてしまっていいのかなっていう判断なんですが、これね、この車の燃費で言うと特筆して言えることは、多分ね、今回の旅って高速道路メインで走ってるじゃないですか。なんですけれども、旅でね、鹿児島県周辺は結構下道を走ったんですよ。で、その下道の区間をインジケーター確認してると、24キロの状態から平均燃費測定っていうのを一切リセットしないでいたんですけれども、一般道を走ってる100キロ、200キロ、300キロまで行かないか、300キロぐらい走ったかなの区間で、インジケーターの燃費計っていうのが 19.5 とかぐらいまで上昇したんですよ。あれあれと思って見てたら、どうやらね、この車ね、高速道路走行するよりも一般道路走行、まあ信号があってストップアンドゴーしてるとあれかもしれないですけど、一般道の速度域の方が燃費の向上っていうのは顕著に見られるような変速比のセッティングなのかなっていう気がしました。まあ要は何が言いたいかっていうと、街乗りでね、ストップアンドゴーを繰り返すような市街地だとちょっとまた話は変わってくるかもしれないんですけれども、速度域的には高速道路の速度域よりもより一般道の速度域の方が燃費が伸びるようなセッティングになってるんじゃないかなっていう印象を受けました。それは、速度域が低ければ低いほど、ね、あの空気抵抗とかね、そういろいろもろもろの抵抗も含めて燃費が上がるのは当然じゃないかっていう話を抜きにして、よりね、一般道の方がね、燃費が伸びやすいような状況、セッティングの車になってんじゃないかなっていう印象を受けました。あしたこれマイルドハイブリッドでいいのかなっていうことで、ストップアンドゴーに関してはおそらくモーターのアシスト入ってると思います。信号待ちからのゼロ発進の時になんかね、キュイーみたいなちょっとした機械音が入ってきているので、おそらくストップアンドゴーの時の部分で充電モーターアシストっていうのが入ってるような感じがするので、ちょっと制御が詳しくなくて分かんないんですけど、そんな感じがしてるので、信号待ちとかストップアンドゴーが多少あったとしても一般道の方が全然燃費伸びるような、そういう仕様なんじゃないかなっていう気がしてます。で、一般道での速度域、まあね、鹿児島県周辺の信号が少ない区間でもあったんですけれども、まあ大体40キロから60キロの速度域で、高速道に関しましては大体80キロから100キロ、120キロ区間は走ってないんでね、100キロの速度域内、おおむねの区間で速度域に関しては80キロからだいたい100キロぐらいで走ってました。これすごいのが、一般道を走ってる時の回転数なんですよ。これね、40から60の速度域でよっぽどな勾配を走らない限り、回転数がね、2000回転を超えることほぼないんですよ。で、60キロで巡航走行してる時でも平地を走ってますよね。平地走ってる時もなんだったら、まあ、デジタルなんで細かい回転数わかんないですけども、タコメーター回転数計に関しては60キロでもね、1000回転2000回転とかじゃなくて、もう1100回転とかじゃなくて1000回転のところでピタッと止まったまま60キロで平地をずっと走っていけてるんですよ。こりゃ燃費伸びるわなっていう風に感じました。そんなんが一般道での回転数だったりするんで、まあ燃費が伸びるっていう、そういう話なんですけれども、逆にね、高速道に関してはもう80キロの速度を超えてくると回転数ってほぼほぼね、2000回転前後になります。勾配を上ると3000回転近くまで、 CVT なんて違うんですけど、キックダウンみたいな形で回転数が上がってく状況ですし、一般道との差異を比べると走ってる回転数ってもう全然違うなっていう風に感じております。ちなみに今メーター読み96キロなんですけれども、回転数に関してはこれはおそらく1800、落ち着いてちょっと下り坂でも1800、1900回転ぐらいのエンジン回転数を保った状態になってる。だからおそらく60キロまでは極限まで回転数を上げないで走れるようなセッティングにしていて、それ以上に関してはある程度回転数を上げて走るようなセッティングになってるんじゃないかなっていう気がしました。まあ、なのでそこのセッティングの部分での差異があるので、まあ、僕今回ね、120キロ区間っていうところは走ってないんですけれども、120キロでの巡航をずっとしたところで、まあ、40キロ60キロの速度燃費と80キロ100キロの速度燃費の差ほどは大きくならないんじゃないかなっていう気がしてますね。80、100と100、120だと燃費の差は120キロ区間でもそんなに変わんない気がするなっていう、そういう
僕の勝手な予想です。これもっと詳しいね、自動車工学とか詳しい方とか、この車の設計からセッティングとか詳しい方からしたら鼻で笑われちゃうかもしれないですけど、僕自身は乗っててそんな印象を受けました。でこれ1240何 cc とかのターボエンジンにハイブリッドなんですよね。なんでまあ普段僕軽自動車続きのエブリィの4速オートマーなんていうのを乗らせていただいてるんで、まあ、そこの感覚からの比較っていうのが色がどうしても濃くなっちゃうんですけれども、そういった点で言えば燃費っていうのは抜群にいいよねっていう風に感じてたりしますね。この車ね、ちょっと燃費の話からずれるんですけど、この車一応クルーズコントロールついてます。ハンドルアシストなし、40キロ以上から設定ができて、停止するまで前走車の追従もしくはブレーキに反応して加減速をしてくれるっていう機能がついてる追従クルコン付きなんですけど、追従クルコンを使って高速道路を走っているともしかしたら気をつけてアクセル操作ブレーキ操作をして高速道路を走るよりももしかしたら燃費が落ちるかもしれない。結構ねグーっていう減速だったりブーっていう加速っていうのをしてしまうような制御のクルコンだったりもするんで、本当に燃費を伸ばすっていう意味では前走車がいないような状況でのクルーズコントロールの扱いっていうんであれば問題ないかとは思うんですけれども、前走車がねいるような場合でクルーズコントロール入れっぱなしで走るっていうと、もしかしたら燃費がより落ちてしまうような状況になるかもしれないですね。まあ、そんな感じで燃費について少しお話をさせていただいたんですが、スズキのエブリィ DA17V ノンターボの4速オートマパートタイム4駆っていう形で普段乗ってる僕の車が燃費向上するように一生懸命運転してもだいたい13キロぐらいなんですよ。 13.5 とかかなぐらいなんですよ。まあね、タイヤが重いタイヤに変わってたり、あとはキャリアつけてたりっていうことで本当にねドノーマルの燃費っていうところとは少し違ってきてるとは思うんですけれども、だいたいそれぐらいの燃費なんですよ。でそれから比べると CVT の恩恵はすごくでかいなっていうふうにこの車で感じてることと、一般道メインで乗る方であれば高速道路はたまに使うけどどちらかというとほとんど一般道しか乗らないよなんていう方がこちらの車を選んだ場合、燃費はおそらく22、3キロとか下手したらもっと燃費伸びるんじゃないかな。これカタログ値がいくつだったかわからないけども、確かに24っていくつとかだったのかな。ちょっとすいません、これはテロップで補っていただければと思うんですけど、下手したら街乗りのカタログ値がもし 24. いくつとか20キロ台とかだったら、街乗りだったらこれカタログ値に近いような燃費出ちゃうんじゃないかなっていうぐらい、一般道での燃費っていうのはすごく秀逸に感じましたね。まあ僕自身がこのクラスの車とか軽ハイトワゴン系でもそのターボがついてるモデルとかこの辺りの車の燃費っていうことに詳しいわけじゃないんですけれども、軽ハイトワゴン系とかでも20キロ台ぐらいまで走る車のあるよっていう話ですもんね。そういったところを比べれば、まあね、車格が大きくなって排気量も大きくなってっていう状況のこの車の中でそれに近いような燃費が出せるっていうところに関してはやっぱいいのかなっていうふうに思いますね。最近のね軽ハイトワゴンのハイエンドモデルとかになってくると、もういろんなね乗用車の機能っていうところで便利機能安全装置っていうところがいっぱい入ってきてますけど、この車に関してはそういったところもしっかりついております。まあ追従クルーズコントロールもそうだしね、衝突防止のブレーキとかもついてたりとか、結構いろんなセンサーが反応します。ウィンカー出すタイミングがちょっとずれちゃったりとかすると、車線のはみ出しの警報が出たりとかね、両サイド自動ドアついてたりとか、まあ普通車最近のねファミリーカーによくついている便利装置というのは全てついていて、車両価格で200万円台てか200万円ちょうどからちょっと伸びるぐらいが200何万とかでしょ。それぐらいの価格で190万台ぐらいから車価あんのかな、グレード低いの。そういった価格でいうとこれすごくコスパ大きいんじゃないかなっていうふうに思います。いろんなね価値観がいる中でいろんな車選びをされてる方たちの中で軽自動車はちょっとっていう感覚を持たれてる方も結構多いっていう話を聞くので、そういったね軽自動車はちょっとっていうお考えをお持ちで、まあ、燃費が良くて普段乗りは街乗りが多くて長距離走ることはほとんどないよなんていうね買い方をする方に関しては、この車の選択肢すごくありなんじゃないかなっていうふうに思いましたね。僕がね最近つくづく思うのはやっぱ CVT の恩恵ってすげえんだなっていうことなんですよ。
CVT ってすげえっていうのが僕の感想なんですけど、やっぱ四速オートマってね、あのお車の構造詳しい方だったら分かるんですけども、トルクコンバーターっていうね部品を使っていて、エンジンとミッションが直結されてないんですよ。なので直結されてない分、動力損失っていうのは必ずしも発生していて、オートマっていう構造上ね、燃費を伸ばすっていうのがすごく難しいです。高級車になってくると、直結されてないものを機械的に直結する機構がついていたりとかっていうところで燃費に貢献する機構がついたりするんですけど、このコンパクトカーとか軽自動車とかだと、そのロックアップ機構ってついてるオートマってあんのかな、詳しい方いたらちょっとコメントいただければと思うんですけれども、そういうのがついてなかったりっていうような形で、どうしても動力損失が出てきてしまうと、オートマって燃費を伸ばす上ではすごく不利なんですよ。まあ、そういった点ではヘブリーでいうと AGS っていうのはもう機械的にね、マニュアル車と同じようにクラッチを使っていたり、マニュアル車だったりで、その動力損失っていうのを極力少なくしてるのが CVT だったりっていうところで、その動力損失っていうところを補うために、速度に合わせた変速機を入れてくれるっていうのがこの CVT っていうオートマのいいところで、やっぱ CVT っていうのはね、燃費に貢献するんだなぁなんていうふうに思いました。で、その上で僕自身が燃費について思うこと、結構ね、リッター何キロ走る、リッター何キロ走るって言って、結構燃費を気にするように、ハイブリッドが出てきたくらいの頃からかな、僕は感じるのは燃費をすごく気にして車を運転する人たちがすごく増えたなっていう気がしてます。まあ、ガソリンの価格の高騰だったりとか、エコカーっていうことで燃費が伸ばせる車が出てきましたよって言って、ハイブリッド、まあ、プリウスもはじめとするね、ハイブリッドでプリウスインサイトっていうのが出てきた頃から、その燃費の話ってすごく言われるようになったなっていう記憶があるんですけれども、僕が考えている燃費って燃費ってランニングコストだと思うんですよね。まあ、例えば税金もそうだし、車検の時にかかる費用もそうだし、なんだったらそのランニングコストの中に、僕自身は車体価格、購入価格っていうところも視野に入れて考えた方がいいんじゃないかななんていうふうに思ってるんですよ。その燃費だけに特化するんじゃなくて、その燃費ってやっぱ経済性じゃないですか。その経済性を考える時には、やっぱり車両価格と車検の税金、車検の時にかかる部品代とかも含めて、車検費用とか保険代も含めてでね、車種によっては保険料変わってきたりするから、というところも含めて全てのランニングコストを総合して考えて、初めて燃費っていう話がこう現実味を帯びてくるというか、意味のある議論になるのかなっていうふうに思ってるんですよ。なのでそういったところの部分で言えば、一概に燃費っていうところに特化して考えるんじゃなくて、まあ総合的なね、ランニングコスト的な部分でいくらなのかっていう、その車の価値とか、そのいう風に中で新車価格とか中古車市場価格とかも含めて、そこを判断した方がいいなっていう風に考えてたりするのと、あとは燃費を気にしすぎるがあまり、道路交通法上の交通の安全と円滑の部分を阻害してもいけないし、せっかくドライブするんだったら、ドライブする楽しさとかっていうのも阻害しちゃいけないななんていうふうに思ってるんですよ。僕もね、どうしてもね、燃費っていうところは気になるし、考えたいなっていうところはあるんですけれども、そこにだけ固執してはいけないななんていうふうに最近思ってます。まあ、それによってね、道路で人に迷惑かかる運転してもいけないし、円滑っていうところを阻害してもいけないし、さらにね、運転する楽しさっていうのも阻害しちゃいけないなっていうふうに思ってたりもするんで、まあ、今回はね、燃費のお話をさせていただきましたが、そういった総合的なコストの中での燃費を考えた上で、車本来の楽しさとか、そういったところも含めてね、車選びとか燃費の考えっていうところのプラスにしてもらえればね、なんかいいんじゃないかなということで、今回は動画を撮らせていただきました。はい、ということで今回は MGR カスタムズさんのね、ご協力のもと実現したこちらの新型ソリオバンティットちゃんを活用して旅に出ますよっていう企画の中で、まあこの車納車されてすぐ5日で2400キロ、これからねまた距離伸びます。おそらく3000キロは平気で超えてくると思うんですけど、そんな距離を一気に運転する人間はなかなかいないだろうということで、こちらの動画をね撮影させていただきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録をお願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。